ロハイチです。奥夏 in ハワイ島1500人達成。昨年1月の中旬ぐらいだと思うんですが、僕の相棒のタコマを買った時に YouTube をスタートしまして、1年ちょっとが経過しました。1年でなんとですね、登録者1500人をね突破いたしました。ありがとうございます。本当にね、すごくね嬉しく思います。始めた時は別にね登録者にこだわってはいなかったんですが、一人でもね多くの方がハワイ島を知っていただいて、ハワイ島にね来てみたいなとか訪れた気分になっていただきたいなという思いでチャンネルの方ねスタートしました。多くの方が僕のチャンネルを登録していただいて、コメントもね応援メッセージたくさんいただいてね、本当にね嬉しく思います。ありがとうございます。なかなかですね動画の編集もね大変だったりするんですが、見てくださる多くの方々ね、励まされて1年間なんとか続けることができました。本当にね、皆様には感謝してますし、ハワイ行きたくなったよっていうねコメントもねたくさんあります。僕のチャンネル登録していただいている方の中にはね、ハワイと行ったことないんだけどっていうね登録者の方もねいらしたりするんだけれども、ぜひですねコロナが落ち着いたらハワイ島に遊びに来ていただきたいと思います。今年の目標は登録者3000人、ちょうど折り返しの地点になりますので、さらにねハワイ島の魅力をたくさんお伝えできるように動画ですねいろいろやっていきたいと思います。ということで、僕の動画を登録いただいている方はですね、今日この動画を見てお友達3人にねチェーンメールを送ってください。そしてそのお友達にも3人に送らないと呪われるというメッセージを書きいただいて、メッセージの方をねご送付をよろしくお願いいたします。今年はですね、いろいろやってみたいことっていうのもねたくさんありますし、少し前の動画でですね、ハワイ島のねすごいねゴミが集まってしまうビーチねご紹介もしました。ハワイ島のね清掃活動も積極的にやっていきたいと思いますので、まだグッドボタンを押してない方はですね、動画リンク貼っておきますので、ぜひですね高評価ボタン、1000いいねチャレンジやってますので、応援の方よろしくお願いしたいと思います。今年はですね、いろいろハワイの料理だったり釣りだったり海だったり自給自足だったり、いろんなことをね少し踏み込んでやっていきたいと思います。今ですね、コロナという状況でハワイ島に来たくても来れないという方ねたくさんいらっしゃると思いますので、ハワイ島に旅行に来てる気分になっていただけるようなね動画も上げていきたいと思います。ハワイ島に来られるのはねもう少し後になるんじゃないかなと思いますけれども、少しですね、ご辛抱いただいて僕の動画で楽しんでいただけたら非常に嬉しく思います。そして、僕のねハワイ島での夢もあります。僕の夢はですね、3000人今年目標達成した時にですねお話ししたいと思います。ということで、1500人登録者いったので自分にご褒美をあげたいと思います。ケーキをワンホール食べる。レッツゴー。美味しそうだけどね。$20。セーフウェイは美味しそうなケーキがいっぱい。ショートケーキ$14.99。よくわかんないフレンチブレッド。違うな、これか。キャラメルアップルプレーン、カップケーキ $2。ショートケーキ $16。
で美味しそうなケーキがいっぱいあります。$16。うわ美味しそう。イースターケーキかな、わかんないけど、チョコレートなんちゃら。うわぁ、先ほどはサッカンドセーブとセーフウェイの方行きましたけれども、美味しそうなケーキねありましたが、やっぱりコストコで買いたいと思います。コストコ。ケーキ買いに行きます。うわー、ティラミスバーケーキ美味しそう、甘そう、でかい、美味しそう。でも僕が買うのはやっぱりね、一番おすすめのマンゴーチーズケーキ、$14.99。いっぱいある。じゃあこれにしましょう。お買い上げ。はい、ということでコストコの方でね買ってきました。自分へのご褒美、マンゴーチーズケーキ。開けますよ。いやー、ほんと頑張ってきてよかった。てかね、まあ皆さんのおかげですよ。1500人達成したので、本当はね、まあ、1500人分買いたいところは山々なんですが、まあ残念ながらね、うん。ごめんなさい。一人でね、いただきたいと思いますよ。くわー、すげえ美味しそう。サムネ撮ろう。よし、ということでね、いやー、ホールケーキをね一人で食べるっていうのはやっぱり小さい頃からのね夢でありますよね。そして僕はね、このね1ガロンの牛乳2週間で飲みますね。 3.8 リットルぐらい。ということで、今日は1500人のお祝い、いただきまーす。乾杯。うん、アメリカの牛乳ってね、すごくまずいんだけれども、だいぶ慣れましたね。母親が見てないことを祈ります。めっちゃいい匂いする。やば。うまーい。すごいね、思ったよりね甘くないね。僕はね、もうアメリカハワイでね生まれ育ってるので、もうすっごい甘いケーキとかね大好きなの。だからサックンセーブとかセーフウェイでね売ってたああいうねすっごい甘そうなケーキも超大好き。うん、クリームも多くないし、もうチーズケーキなんでペロッと食べられる。うん、うまっ。おいしいけど重い。これね、買ってきた時絶対これ一人でいけるなと思ったんだけど、
絶対いけない。うん。絶対いけないよ、これは。で、まあ、今日ね、1500人記念の動画撮ってますけど、まあ、この他にもね、大食い系の動画が、ね、何本か続くんですよ、ここから。で、まあ、僕の体重ですね、今ね、73キロあります。身長は167センチぐらい。体重73キロ。ということでね、結構ね、太ってきたんですね。まあ、もうちょっとしたらね、ダイエット始めようと思いますので、うん。ダイエットして、やりたいこともありますので、ムキムキの体に引き締めて、ちょっとね、とあることにもね、挑戦していこうと思ってますんで、ご期待いただきたいと思います。うん。コストコに詳しい方いればね、教えていただきたいんだけれども、ハワイ限定なんですかね。まあ、そう信じたいんですけど、すごくね、美味しい。だけれども、最低でもね、6人は絶対必要だと思う。うん。なので、ご家族とかね、お友達6人以上で買うようにしていただきたいと思います。では、ということで、僕のチャンネルですね、今1500人ご登録いただいておりますので、その1500人の方がですね、お友達1人誘っていただくだけでですね、僕の目標3000人達成しますので、ぜひよろしくお願いいたします。次回以降もお楽しみに。マハロー。限界がマンゴーチーズケーキ3分の1でした。明日食べます。